ファミツアップチャンネルが登録者数5万人を突破したぞよ。イエーイ、5万人突破したということで、ファミ通アップのチャンネルで活躍している皆さんに今日は集まってもらいました。まあまだ通過点ですよね、この5万人は、うん、そうですね、100万人までの100万人まで、うん、そう目指すはね、132万人でしたっけ。なんで、ね、なんで、ま、マックス村井さんの132万人。ああ、マックス村井さんここに入れた方が早いこれは間違いない。というわけで、5万人を記念して見ていただいている方々に感謝の言葉をですね、各コーナーの担当者からいただこうじゃないかと、うん、思います。いいですね。じゃあまず最初はテラバトル、はい、究極攻略チーム、はい、テラバトル究極攻略チームのサチキクワとミーコだよ。はい、というわけで5万人突破ということでね、おめでとうございます。これからもね、我々どの程度貢献してるかね、分かんないですけど、これからはまあ132万人が目標ってことなんで、ちょっとブーストするためにね、ミーコはセクシー路線で出た。そうですよ、ミーコギリギリをね、ほら、巨乳を目指して頑張っていると思います。すげえ巨乳じゃん。そう、すごい巨乳なんですよ。巨乳を目指して頑張ります。巨乳はもう間に合わないひどくない。成長的にね、間に合わないと思うんですけど、まあ、そで、頑張ったね、やっぱり、うん、ビデオデッキの普及と同じように、はい、やっぱエロが力をね、やめろ、もうやめるんだということで、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、ドラポブ白ドラム、はい、一人なんか部長ってつくの多分誰もいないでしょ、ここ部。確かに部はないですね。部活なんですよ。 T シャツ着てね、みんなユニフォームみたいですけど、部長ですからね。なんか一番偉い、一番偉い、あの会社が一番偉いただ白ドラムは部長が今いないんで、ああ不在ですよ、不在のまま。ドラゴン、あれでもさ、大サブじゃなかったの。そうなんです、いつの間にかね、いなくなっちゃったんです。幽霊部員じゃないいつもの通りだ、いつも通り取るんじゃない合格だもん、合格。王様から部長だと、そうそうそう、王様は大変ですよね。そうそう、そうで、いいこと言った、はい、で、ドラポはね、割と古いんですよ、このファミツアップチャンネルの中で歴史がね。あ、細々とこうずっと続けてきてるんで、はい、まあ、これからもね、細々と変わらない、ね、やっていこうかなと思ってますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、続いてモンスト攻略チーム、おイケイケという噂のイケイケだイケイケ、あれ M4 の2人じゃない、これあれ M4 の2人だ、見たことあるこの2人、有名の人だ、こっぽいやつですあ、俺それ決めポーズあるんだ、ポーズあります。ちょっとジョジョ立ちみたいな入ってこないのかな、そうそう、 T1 っていう T1 です、個人チームつけて、個人チーム、個人チーム、独立リーグみたいなT1、M2 の2人が3人で、はい、モンスト攻略チーム、いや、それでは皆さんこんにちは、ファミツアップ編集部の田畑パパゾーです。そして高橋桜井です。からのミヤボです。食べたねー。慣れとるわ。でも我々はね、これ、はい、もう日頃から感謝をやっぱ述べてるわけじゃないですか。はい、はい、改めてなんかここでっていうのもあれですけど、はいはい、まあでもね、まあ、常に皆さん動画楽しみにしてられてるんでね、はい、本当にありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、ちょっと二人から。いや、まあこれからやっぱ盛り上げていくために、うん、バゴトノさんがセクシー路線で、うん、もっとセクシーになっちゃう。え、今セクシーなんですか。今もうセクシーになっちゃう。まあまあ負けないようにテラバトルチーム、テラバトルチーム、セクシーセクシー路線っていう話。じゃあ宮本翔、いや、こうやって楽しくわちゃわちゃね、モンストをやれてるのも皆様のおかげでございます。おー、いや、本当ありがとうございます。これからも楽しくね、みんなで盛り上げていけたらなと思っております。いいコメント真面目かということで皆さん、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続いて白猫プロジェクト、
いや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 、ヤングミっていう名前があるんですかね。あ、でもそれね、検索で引っかかってこないから。もうヤングミ生々しいな。そうそうそう、生々しい。そう、流行らせたかったんだけど、うん、まあ、よかったね。完全になんか美女と野獣みたいな。そうだったけど、まあ後半私たちはちょっとマンネリ化が進んでたので、あの新しい家族を入れようとして、ちょっとね、この宮坊を拉致してきたモンストチームから、なんでちょっと白猫プロジェクトはこれから3人体制に。あ、そこは被ってるんだね。あ、そう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 、もうね、こういう並びどんどん使っていくスタイル、あ、どんどんもう、あの人気者がいたらもうどんどん引っ張っていくので、皆さんも警戒しておいてください。あ、別に引き込まれるかもしれない。そうそうそう、で、桜井さんなんかね、そう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 、余ってる人がいるね。あ、そうそうそう、シュートレコーマンス楽しいっす。じゃあちょっと言おう、徐々にこうやってこう引き込んでる4人でできるから。そうそうそう、4人でね、はい、これからはどんどんそういう感じで行こうと思います。ユーザーさんともね、遊びたいというね、結構欲求があるので、これからもぜひよろしくお願いします。いろいろやりたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、続いて、これ知ってるチーム。いやー、やってきましたね。いや、やってきました。やってきました。これ知ってるって、俺もう終わったと思ってたんだけど。終わってませんよ。劇的な復活を遂げて、最近ね、なんか豆に更新してます。そうですよ、はい。もう50本以上、更新してますからね。うん、YouTube チャンネルで何がきっかけで立ち上げたんだっけ。何がきっかけ、でももともとありましたけどね、昔から。はい、誰も覚えてない。はい、これ知ってる。はい、皆さん見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。今年はちょっとコンセプトを変えてね、お、やっていこうかなと。え、変えた、変えたっけ。で、カドマンと中目黒が気に入ったアプリを紹介するっていうコンセプトは変わらず、うん、あ、はいはい、もうちょっとなんかね、ハイブランド化しようかなと思って。ハイブランド化というか、もうちょっとね、なんだろう、長い番組にしたい。何も決まりだ。絶対お前の思う通りにはいかないから。絶対。いや、いきますよ。最近、俺らのこれ知ってるのところに、はいはい、ジビロ面白いとか書き込むやつがいるんですよ。コメント欄に。そう、一人だけ。まさか。まさか。まさかの。自演か。自演じゃないですからね。いつも書き込んでくれるクレームからありがとうございます。我々は変わらず緩くね。そうそうそう。緩くやってきますんで。はい。はい。本当に気に入ったものしかやらないんで、はい、なかなか更新回数が上がらないんですけど。そうですね、はい、そうですね、はい、でも最近結構ね、気に入ったアプリがじゃんじゃん。そうですね、クオリティ高いんで、みんな、はい、ちょっと甘めにね、はい、はい、やっていきましょう。はい、はい、そんな感じですかね。え、やんないの。見ろよこれね、もうやめようかな。これ、はい、最後にじゃあ締めで、2015年4月から始まった編集長これどうでしょうチーム、イエーイ。いや、今日はね、天の声さんがいないんですけど。天の声さん、あれいるんじゃないの、どっか行けば。はい、まあいそうですよね。天の声さんいませんね、今日は。いませんね、うん、残念、はい。でもはっきり言ってさ、まだ俺らの番組もさ、コンセプト固まってないよ。固まってないですね。本当に見切り発車だよ、どう考えても。固まってるんじゃないですか、毎日やってね。目黒さんとかもうスターですから。でも回転数伸びないな。そうですね、そこはこれからね、なかなかね、これからどんどんね、はい、頑張りましょう、うん、はい。特にないです。とりあえずミーコのセクシー路線で、こっちも、あ、でもミーコの顔でかい路線で。おい、やめろよ、それコメントに来るんだから、やめてください。最近1個は入るよね。確かに最近、あとあれに似てるって言われて書かれるよね。やめましょう、それ。キなんたらなんですよね。キなんとか。キ丸。俺前から思ったの。誰か似てんなと思って。キ丸。キ丸うん太郎。やめましょう。分かっちゃうから。コメント殺到ですから。可愛いんだよ。ちっちゃいんだよ顔は。あ、言っちゃった、自分で。恥ずかしいぞそれ。ね。これもね、粛々とね、粛々と進めるだけで、ね、毎日更新す、毎日撮ってますから。毎日頑張ってます。はい、はい、皆さん見てください、見てください。じゃあ最後に、ファミツアップの王様であるファミキング、ファミキング、わしでも特に番組持ってないんじゃんかな。こいつ
何なの。なんでここにいるのかもよくわからない。王様です。王様、はい。まあ、唯一のレギュラー番組だとファミ通フィートも終わってしまい寂しいこと。完全に今動画に関しては無職じゃ無職。なのでまあ今は5万人か、まあ、今後132万人まで行くためにはわしの力が必要だと思うので。時代来た、時代来た。そうじゃない、王様の金の番組は。あ、いいの、お仕事くださいって言えよ。うん、メーカー各社の皆様そして視聴者の皆様、私は今暇です。誰もこの格好で行く準備ありますので、一緒に王様の番組を作りましょう。今ならタダだよね。今ならタダ。半年間タダで。視聴者の方にも呼びかけちゃう。YouTuber とおるじゃろ。あここにコラボ、ね、規制して YouTuber 規制YouTuber 規制して有名になってくわ。わしも大丈夫かなって言いました。そんな感じじゃ、はい、はい、わしからの言葉、はい、はい、わかりました。お疲れ様でした。最後あの締めっぽくなっちゃう。岩田さんがヒカキンさんに対抗するためにヒューマンビートボックスを練習してるらしくて、それを披露して終わりたいと思います。エンディングテーマお願いします。じゃあ行きます。ヒューマンビートボックス。お前が時間見ろよ。さよなら。バイバイ。やばい、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 やば